戻ってきました。戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めて見るとすごい。本当よ。どうぞご覧ください。ダーン。はい、ジョーちゃんが釣ったシーバス。太ってる。ねえ、本当よ。で、まだちょっと生きてるけども、はい、アラカブ3匹とベラちゃん、ベラで、アオリが2杯とコウイカ、これ釣れたね。まさかこんな釣れるぞ。本当よ、今までの新人釣行何だったんだっていうぐらい今日釣れた。お釣り具屋のお父さんにも本当に感謝です。本当ですね、はい、で、今回は僕ら3人で居酒屋ごっこをしてスン先輩と社長をお出迎えしようと思っております、はい、で、社長たちにはまだこの釣果の内容は言っておりません、はい、今結構油断させております。そうですね、うん、釣れてないんだろうなっていう雰囲気を出してきたのでびっくりさせたいなと思っております。はい、ちょっとあの早く調理しないと時間かかってたら何してんだろうって見に来ちゃう可能性があるので、うんうん、もうみんなでさばいていこうかね。はい、じゃあゴンちゃん、はい、イカ担当。はい、僕イカします。ジョーちゃんどうする？なんかじゃあ臨機応変に行きましょう。座っていきましょう。僕だけ振り分けられたんですけど。いきますよ。はい、レッツベルボーイ、シャイコー。行きましょう。味噌汁と味噌汁と味噌汁だ。たくさん。ごめんなさい、ごめんなさい、元気元気。おお、できた。よっしゃ、よろしいですか。はい、あ、どうも、あ、居酒屋ごっこですか。はい、あら、感謝を込めて。おお、いらっしゃいませ。どうぞ、お席の方へ。どうぞ。あ、椅子はない、椅子はない椅子はない形式で、ここに座る。そうですね、はい。まずお飲むのをお伺いしてよろしいでしょうか。あら、なんか美味しくね、初めてのパターンだよ。あ、なんかこっち落ち着かん。何がよろしいでしょうか。飲み物、そういうふうにスタバのコーヒー。スタバのコーヒーで、かしこまりました。はい、30分お待ちください。何しますか。何があります。飲む感じか。何か、あ、じゃあ大根で帰ろうかな。そういうふうに、そんなに食うものがあるってこと。あ、あるってこと、ね、お茶、ウイスキー、炭酸水。お湯割りで。お湯割りで、かしこまりました。ポッとあるね。オッケー。ジンジャーハイボール。ジンジャーハイボール。はい、かしこまりました。ハイボールね。すいません、ありがとうございます。大人だな、その先輩。お湯割り。寒いし、お湯割りで。どんな…ブルブル、ちょっと。めちゃめちゃ震えてる、震えてる。ということで、皆さん飲みながら。僕らはもう、はい、いや、なんかあの、そんな余裕はございませんので。じゃあ、お疲れ。あ、お疲れ様です。ということで、はい、じゃあ、1品目から、はい、僕らの全てお願いします。何が釣れたんすかね。果たしてこれで分かるのかどうか。朝がね、朝がやっぱり勝負だったわけ。あの朝が1逃しとったら苦しかったはずよ。あー、な、はい、なんだこれ。月出し。あ、月出し、はいはいはい。これが、おー、なるほどね。叩いてある感じですね。うん、味ではなさそうだけどね。エソ、エソでしょうね。エソかな。あ、お召し上がりください。いただいて、はい、いただいていいですか。はい、いただきます。これ料理名も言わされず食べて熱タイプ。そうですね、はい、これに関してはちょっと。いただきますね。シソと何が入ってるの。なめろうですね。はい、味噌とね、シソと。お、味付け上手やん。うん、おいしい。なんだろう、これ。なんだろう、全然わかんなくない。ちょっと待ってね。シソ、これ、なんだこれは。美味しかった。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。キスですか。いいですか、正解言っても、はいはい、せーの、ベラです。おー、まあそうか。はい、はい、そうですね。美味しい、美味しい。あ、本当ですか。よかったよかったよかった。ベラでも、なめろになるんだね。うん、よし。じゃあ、じゃあ1行こうかな。そうですね、そうですね。あれ、見ていいと。ダメです、ダメです。一番ダメです。なんでしょうね、肉手ですかね。突き出しの次やつ。いや、誰が釣ったやつかな。おー、これは誰ですかね。これ誰かな。誰って分かんないよ。はい、たしなめこちらになります。なんだ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 、はい、お味噌汁でございます。あー、アラカブ。へー、はいはい、あ、美味しそう。アラカブの味噌汁ね。なかなか突き出しの釣りに味噌汁だよ。びっくりしましたね。そうですね。まさか大丼で、うん、最後いただきます。はい、うん、うん、美味しい。ということは、ここから下がっていくところですね。いや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 、それはどうでしょう。ここも、まあ、そもそもこれ以上があるのかっていう。まあ、それどうでしょうか。ここであ、これ、だいぶ下げてきてますね。下げてきてるってことは、なんかあるか。はあ、なるほど。何ですか。大丈夫ですか。何かありますか。めちゃめちゃ湧きよな。何ですか。雨ですかね。雨ですね。雨。
もちゃん汗かくよね。汗かくよ。もちゃんすぐ汗かく。はい。なんでなんででしょうね。やっぱ焼いてるぞ。はい。大根ロールだぞ。いい匂いがしてきた。よろしいでしょうか。いいですか。次の芋炒め。22から。おっと待ってくださいね。あの言わんとこね。そうですね。そうですね。当たり前。当たった。正解。正解でーす。こちら、大皿でお二人仲良くお食べください。あ、はい、あ、こういうこと出たんだ。はい、こちらを作ったのがゴンちゃんでございます。作ったの？はい、作りました。お、さすがやったな。どこに行ったんだろう。ほんとゴンちゃん、さすがだった。ゴンちゃんはいなかったら、このいただこうか。おいしいぞ。おいしい、おいしい。おー、やゴンちゃんうまい。やった、やった、やった。よかった。はい、かしこまりました。美味しい、はい、これ実は、アオリイカのゲソも入ってるんですよ。そうですね。アオリも釣れたんだ。アオリが2杯と、おぉ、言っちゃったよ。なんで言うの？あ、そうなるよね。どうしたの、ゴンちゃん。それなんで言っちゃったの、今。まだ出てきてないじゃん。うん。でも、釣れてないですよ。イカ釣りだってことは、いろいろ出てきますね、じゃあ。うん、マジですか。あ、もうすぐ終わりです。新鮮チョコなのでそんなにはもう十分十分。じゃあもう喜んでいただけるんじゃないかと思いますけどね。おお、もうそろそろ次出してもいいですか。メインです。メインです。はい、メインでございます。メインです。じゃあ行きますか。はい、お願いします。はい、おーちゃんがお作りになります。うわー、お作りになります。うわー、お作りになります。うわー、がお作りになります。うわー、チャンス。やったよ。すげえ。これはすごい。やりましたよ。なんだよ。朝早朝もう取れちゃった。やっぱおったか。素晴らしいよ。これな、アラカブ？アラカブです。はい。素晴らしい三種盛りや。すごいスタンディングオベーションだ。すげえじゃん。オッケー。テンション上がったろ。なんだ、帰ってきた時えらいにしなんかきつそうな顔したりが、何だったのかなとか心配したけど、演技なの、なんだよ。いやー、何よ、鈴木やろ。いいのが釣れましたね。釣れたね、本当に。釣ったよ。いや、もうびっくりしたね。びっくりしました。そうこれで今回ボツじゃないぞって。もうこの一匹で安心やもんね。もう安心やもんだって。シーバー釣れて、イカも釣れた、最高や。なるほど。あれ、イチさん釣ったやつ。え、改めて食べましたよね。イカ、はい、僕はあのちょっと青物頑張ったんじゃなくて、ほう、こけました。まあまあまあ、勝負やってね。お刺身食べてください。ジロちゃんも入ったらもう食べる。みんな入る。怖いもん。もう食べますか。あそこで今からみんな行く。これは素晴らしいぞ。よかった。すごいドラマがあったな。いやー、ほんと、いやー、よかったぞ。もうベラとか出た瞬間からもうやっぱ厳しかった場合にあったもん。餌好きやってたらなと思った。うまっ。うん、おいしい。おいしいぞ。ああ、よかった。よかったですね。よかったね、ほんとに。あ、こう釣って締めた。はい、すごい。なるほど。おいしい。ほんとはね、もう少し調理時間が短かったら、うん、もうベラだけなんですよっていう冗談を言おうと思ったんですけども、1時間半もかかってしまったので、さすがに隠しきれなかったね。すごい隠しきれない。それが俺って思ったもん。何かあるって。あ、あらっとか刺身うまっ。心配あったですね。じゃあ最後ですね。まだと、はい、もう内容は全部出てしまったんですけど、ちょっと味噌汁お刺身ってきたんですけども、次関係ございません。はい、はい、それだけちょっと先に言っとかないとですね。ちょっと待って、パカしちゃった。失礼な。カメラがまだ。じゃあもう見よう。いくよ、いきますよ、せーの。パカ。おお、パプリカ。パエリア。パエリアでございます。パプリカは合ってます。それはそれで合ってます。はい、ちょっとなんかいろんなそのお魚とかを、まあ、全部使いたかったので、なるほど、はい、パエリアにしました。美味しそう。美味しそう、美味しそう。はい、多分割とうさぎだ。どうせ振り返ったら味付けしてないなっていう。味付け。嘘。あら、
それ身の入っとっとしたはい、身も、はい、入ってます。いろいろ作ったね。これ十分やん。すごい。やるな。もう今度からお願いしようみたいな。いや撮影時間2時間になる。今回本当に料理してみて、居酒屋ごっこの大変さ。あ、わかった。最初とんでもないんだけど始まってからが本体だよね。あれ、美味しそう。え、美味しそうじゃん。これ何の味？あ、そうですね。アラカブとフグキと。あ、面白い。でかでか。いいじゃん。すごい。いただきます。あ、なんか十分のなんかメニューやん。ちょっと味ほんのりなんで。ごめんなさい。あ、いいやつ、こんなもんだから。そうですね。あの、こっちの方がパエリアそんな感じですよね。ありますね。すごいじゃん。鈴木の釣れたすごい。ちょっとサプライズだった。いや、ほんとね。うん、まさに欲しがってたよ、俺絵を撮ってた。本当よくできました、本当すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、本当によかった。どういう感じでしたか。では、あとはもう僕らも一緒に行きましょうかね。はい、今回、新次長子、無事、スン先輩と社長に居酒屋ごっこすることができました。はい、よかった。本当よかった。本当よかった。降りたって感じですね。やっと終わった感じですね。一日長かった。はい。なんか、そういうこといただいてもいいですか。もう言ったよ。そうですね。そうですよね。美味しかったです。よかった。よかったです。よかったです。またぜひもう一回。そうですね。そうですね。はい。これ以上の。ちょっとハードル上げてはいけない。これ以上。次はさ、ジーソからの次、船。ああ。っていうステップで踏んだらどう。じゃあ。その感じで新人長行ってこいよと思った方は高評価、ね、コメントにもどういう風な企画でいいのかもいただいてちゃんと読ませていただいてますのでいろいろ参考させていただきますのでね、はい、ぜひあの容赦なく容赦をしていただきたい。はい、コメント欄お待ちしておりますので、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日ここですよ。はい、こいつで大津できます。はい、はい、おはようございます。おはようございます。いざなうこは、あの3人にお祝いしてやろうかと思います。あ、バッチシです。うわ、ほんと、あそこあそこ、わっきょうわっきょうわっきょう、来たよ、俺ドラマ来たよ、頑張って、ちょっと待って、まあ、素晴らしい。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。